はい、こんにちは、タムです。今回はクシャンティの僕の編成と身の紹介をしていこうかなと思います。身はこのような感じですね。今回火の閻魔採用しておりますが、全然ね、月読みの方がいいです。で、このクエストの難しいところは地雷の爆発が早すぎて死んでしまうところですね。あと中ボスの削りが少し難しいところですね。まあ正直そこさえ抜けてしまえば簡単なクエストかなって個人的に思います。では見ていきましょう。まずは薄めの縦貫ですね。うん、 OK。 で、この火の閻魔は紋章をつけておかないとこれ倒せなかったですね、このゾンビは。なのでね、火の閻魔使う際は紋章をねしっかり使いましょう。で、これねちょっとずれてしまってちょっと固定打ちじゃなくなっちゃったんですが、うん、これちょっと下手くそすぎましたね。はい、まあ先にね左下のフェンリルを倒しに行きます。で、 4P のねコロンブスでしっかりとダメージを出してあげて、はい、処理しに行きます。案外ね、篠田本部長の斬撃が強いですね。ここね、マジで火ダメがやばいから、下の光のプニを最低1体倒しつつ闇のプニを倒しに行きましょう。で、闇のプニをね倒してしまえば弱点効果アップされます。うん、で、弱点効果アップされたらもう全力で殴りに行きましょう。火の閻魔でもね結構火力出るんで、まあなかなかね火力は出しやすいですよね。ただちょっとボスにねダメージ出す自信がなかったらパックを打ったり、あとライジン丸とかクシティを打っちゃっても全然ねいいんじゃないのかなって思いますね。で、本当にここね地雷食らったら終わるんで、地雷をね気をつけつつ立ち回っていきましょう。はい、まずは闇のプニを倒しつつ、もうこれ 4,50 打ちましたね。別にね今見返せば別に打たなくてよかったな、これは。ちょっとこれ早まっちゃったね。これは別に打たなくていいです。これは、うん、で、まあ鬼の処理をしつつプニをねしっかりと処理しに行きましょう。ちょっと届かなかったですね。鬼はね結構即死が早いんで、しっかりと殴ったりしに行きましょう。結構ね弱点殴れなくてもダメージは稼げるんで、篠田本部長は優秀ですよね。で、コロンブスはね封じ持ってるんで鬼の処理は結構楽です。で、これねプニを処理しつつボスをね殴りたかったんですけども、これはちょっと失敗してしまいましたね。で、ボスの即死が危ないし地雷も回収しないといけない。はい、 OK。はい、まずはもうプニを処理しつつ地雷もね回収しに行きます。ここはねブロックとブロックの間でループヒットしてしまえば簡単にね突破しやすいんで、はい、 OK ですね。マジでこのクエスト火ダメえぐいよな。はい、間に入って処理しに行きます。まあ強いよなコロンブス。個人的にボーカルソードアルファよりもコロンブスが使いやすかったなって印象ですね。ここはマジで手こずってしまうと死ぬんで気をつけてくださいね。で、劇種変換パネルのパネルは出したくないんで、はい、ここは篠田本部長で突破しに行きます。そっちの方が楽ですね、突破のしやすさは。はい、 OK ですね。で、ボス突入です。うん、でもうここでねもうコロンブスの SS もうぶちかましちゃって OK です。まあここでねパックとか打っちゃっても
いいかなって思いますね。ちょっと今回パック僕使わなかったんですよ。でまあめちゃくちゃ楽な位置にいますね。はい、しっかりと処理しに行きます。自強化なんで優秀ですよね。今回まあコロンブスを持ってるか持ってないかでだいぶ周回するスピードが変わるクエストだなって個人的に思いますね。コロンブスかボーパルソードアルファ持ってるか持ってないかでだいぶ変わるかな。で篠田本部長の SS をぶちかましに行きます。まあもう楽ですね。まあリヴァイの立ち回りとかも結構あったりするんだけど、個人的にはね、あの地雷を回収できる篠田本部長が一番ねやりやすいんじゃないのかなって思いますね。まあ篠田本部長は本当に優秀ですよね。はい、まあクリティカル出ちゃいましたね。はい、まあこれでね僕は運極を目指そうかなって思ってます。ちょっとね今回仕事とか用事とか入っちゃって、あの運極ちょっとできなかったんだけど、まあ80ドロできましたね。2時間半ぐらい、まあニアカでやって80ドロできたんで、まあ次で、まあ、タイムシフトで運極できると思うんで、僕はねもうこの編成で運極までやろうかなって思っています。はい、ということで動画を終わります。バイバイ。